きを交代します。私が子うは、きょ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 うぞよろうくお願いいたします。休憩前に引き続き会議を開きき一般質きを続行します。16番松本奈々議員。はい、は、は、 6番大石小学校松本奈良です私はあげおから世界に広げよう国際交流について提案します昨年度大石小学校ではフィリピンの小学生とテレビ電話を通して交流を行いました英語でスピーチし合ったり歌やダンスを発表し合ったりし互いの国の文化を知ることができました 他国の小学生と交流することは初めてで、とてもワクワクしました。でも、大石小のように国際交流を行っている小学校は少ないと思います。そこで私は国際交流について提案します。大石小学校では、ALT の先生の出身国のフィリピンの小学校としか交流を行ったことがありません。 また、あまり定期的には行えていません。そこで、上尾と交流が持てそうな国の小学校を探すことや、テレビ電話や文通などの交流を定期的に行うことのできる環境を上尾に作っていただきたいと考えます。そうすれば、大石小学校以外の小学校でも交流を行うことができると思います。このような取り組みをすることにより、他国のことに興味を持つことができ。 外国語の授業も楽しみになると思いま,すまた再来年のオリンピックもより楽しみになる人が増えるのではないでしょうか上尾から日本を世界に広げていき互いの文化を尊重し合えるような世界になっていくことを願っています以上が私の提案ですがこのことについて上尾市ではどのようなお考えをお持ちかお聞かせください 十六番松本奈々議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。はい、学校教育部長さん。はい、松本議員さんから国際交流についてご提案をいただきましたので、お答えいたします。 松本議員さんがご提案されたように、国際交流を進めることにより、日本のことを世界に伝えたり、お互いの文化を尊重し合えるような世界を目指したりすることは、大変素晴らしいことだと思います。2年後に迫りました東京オリンピック・パラリンピックでは、多くの外国の方々が来日し、活発な国際交流が行われると予想されますことからも、 小学生の皆さんがさまざまな国の人々との交流を通して外国語の学習を進めていくことは大切なことと考えております現在上尾市の小中学校では ALT の先生から出身国の歌や文化などを学んだり総合的な学習の時間に外国の方をゲストティーチャーとしてお招きしその国の文化や伝統 料理などを教えててていいただいただりりして国際交流を深めておりますまた、上尾市では、上尾市国際交流協会が中心となって、毎年、上尾ワールドフェアを開催しております。今年は、来る10月14日に、上尾市文化センターを会場として行われますが、新しい取り組みとして、小学生を対象としたスタンプラリーを実施する予定でございます。 松本議員さんをはじめ、本日出席している各学校の議員の皆さんには、ぜひお友達をたくさん誘って参加し、様々な国の方々と交流していただきたいと思っております。合わせて、松本議員さんご提案のテレビ電話や文通などによる他国の小学生との交流は、国際理解を深めるための素晴らしい手段であると思います。 上市教育委員会といたしましては、大石小学校の国際交流の取り組みを参考にして、上市の小学生が他国の文化や外国語に興味を持てるような活動が行えるよう、各学校を支援するなど努力してまいります。本日は貴重なご提案をいただきましてありがとうございました。以上、答弁とさせていただきます。 以上で16番松本奈良議員の一般質問を終わります。次に17番西尾明日美議員。はい。 17番原市小学校西尾あすみです私は他校との積極的な交流について提案します上尾市には22校の小学校があり約1万1500人の小学生がいます埼玉県内の近隣の市町村の中でもその数は多く子どもたちの活気があふれる町ですたくさんの友達と毎日が過ごせることはとてもうれしいですでも 5年生の小中学校音楽会6年生の親善球技大会や小学校陸上競技大会以外普段は他校との小学生となかなか関わることはできませんせっかくたくさんの小学生が同じ市内にいるのにもったいないなと思いますそこで私は他校との積極的な交流を提案します具体的には 学校行事を一緒に企画・運営し参加すすることですどの,の小学校でも学校行事の中に5年生で林間学校6年生で修学旅行がありますその時にいくつかの小学校が一緒に同じ場所に行きグループを組んで体験したり宿泊したりすることで関わることができると考えます。以上がが私の提案ですが このことについて上尾市ではどのようなお考えをお持ちかお聞かせください。 17番、西尾淳議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。はい、教育長さん西尾議員さんから他校との積極的な交流についてご提案をいただきましたので、お答えを申し上げます。西尾議員さんのご提案である上尾市の小学生が積極的に交流を深めることは、 お互いのことを認め、思いやりの心を持ち、安心して小中学校へ進学できることにつながり、大変素晴らしいことだと思います。また、林間学校や修学旅行など、学校行事を一緒に企画したり運営したりすることは、学校行事の日程や目的地、宿泊先の都合などからすぐにできるものではございませんが、大変意義深い取り組みであると感じます。 上尾市では小学生が交流できるたくさんの行事を行っております。ご提案にありました行事のほかにも、ドッジボール大会や市民駅伝大会、上尾シティマラソン、中学校区の小学校の6年生が合同で行う中学校見学などがあります。また、各小学校の代表が集まり、上尾市いじめをなくす小学生の誓いについて話し合った、 上いじめ根絶小学生サミットを今年も計画しておりますさらに今年は小学校56年生を対象といたしまして夏休みイングリッシュキャンプという ALT の先生と英語でコミュニケーションを図りながら市内の小学生が一緒に体験活動を行う機会を設けましたこれらの行事ではそれぞれの学校や友達の素晴らしい活動の様子を直接目にしたり 一緒に活動したりすることで、皆さんがお互いの学校の良いところを知り、高め合う機会となっております。このような取り組みをさらに充実させていくことは、学校の垣根を越え、学校間の交流を盛んにするものだと考えます。上尾市教育委員会といたしましても、ご提案を参考に、校長先生方の協力のもと、より多くの学校地域の行事を通して、 上尾市の小中学生の交流を積極的に行い、上尾市内の子どもたちがたくさんの友達と仲良く生活が送れるような取り組みを進めてまいります。本日は貴重なご提案をいただきまして、ありがとうございました。以上、答弁とさせていただきます。 以上で17番西尾淳議員の一般質問を終わります次に18番富井ずき議員はい18番 上平小学校 <coughs> 富井ゆずきです私は安全なまままちづくりにについて提案ししす7年前に東日本大震災が起きました私はその時のことをあまり覚えていませんがとても大きな災害だったことを大きくなって知りましたこの災害では亡くなった方や行方不明者の方地震で家が壊れてしまった方が大勢おり今でも避難所で暮らしている方もいると聞いています そこで今後災害が起きたときに亡くなる方や行方不明者を減らし冷静な対応ができるように私は安全なまちづくりを提案します。1つ目に掲示板やポスターの設置です。避難場所の確認、避難場所までの道のりを知らせる掲示板やポスターなどがあればすぐに行動できると思います。2つ目に避難訓練をすることです。私たちは普段学校で避難訓練をしていますが 放課後や休日に災害が起きても避難できるように上尾市での避難訓練をすれば安心して暮らせると思います。以上が私の提案ですが、このことについて上尾市ではどのようなお考えをお持ちかお聞かせください。 18番、富井柚月議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。総務部長さん 議員さんから安全な街づくりについて2点ご提案いただきましたので順番にお答えいたします1点目の掲示板やポスターの設置についてでございますが現在市では市内の小中学校をはじめ42の施設を地震などで被害を受けた方々が生活を送る避難所としてまた公園などの107カ所の を災害から身を守るため緊急的に避難する場所として緊急避難場所に指定しているところでございますこれらの避難場所をお知らせするために市では各避難場所の看板や誘導するための看板を必要に応じて設置しており現在では136箇所設置しているところでございます 富井議員さんからお住まいの地域の上平小学校には看板が設置されておりますので、お友達や近所の方々に教えてあげていただければと思います。また、富井議員さんからご提案いただきました掲示板やポスターの設置につきましても、案内表示看板と同じように設置が可能かどうか検討していきたいと思います。2点目の 避難訓練をすることについてですが、上尾市には114の事務区すべてに自主防災会という組織がございます。自主防災会の皆さんは、日頃から地震が起きたときの避難対策を話し合い、訓練も実施しています。市といたしましても、上尾市で災害が発生した場合には、状況により避難所の開設が行われますので、 避難所開設訓練等の実施を呼びかけているところでございます富井議員さんお住まいの地域でも実施されておりましたらぜひ参加してみていただければと思いますまた、阿揚市でも毎年実施しております阿揚市総合防災訓練におきまして避難所が開いた時の訓練を実施しておりますが今年は平,平方小学校で自衛隊埼玉県防災 航空隊、警察、消防などの関係団体と協力して行いますので、どのように訓練するのか見学してみていただければと思います。もしわからないことがありましたらは気軽に市役所に相談してください。安全なまちづくりについて何ができるか共に考えて、都民議員さんと同じ気持ちを持ってくれる人を増やしていきましょう。今回は。 素晴らしいご提案をいただきましてありがとうございました。以上答弁とさせていただきます。以上で十八番富井ゆづき議員の一般質問を終わります。 次に19、十九番木下沙耶議員。はい。十九番。 富士見小学校木下沙耶です私はみんなの憩いの場鴨川について提案をします私の住んでいる家の近くに鴨川があります以前学校の学区探検で生き物の学習をしに行ったことがありますそこでは虫や川の生き物を実際に見て学習したり地域の方と触れ合ったりするなど貴重な体験をすることができました しかし学校の授業で行く以外に鴨川に足を運ぶ機会はあ,りあまりありませんそこで私はみんなの憩いの場鴨川について提案をします鴨川をみんなの憩いの場にするために2つの案を考えました1つ目に鴨川のゴミを拾ったり雑草を抜いたり花を植えたりするクリーン活動を行うのはどうでしょうみんなで行うことで地域のつながりも深まるし 鴨川もみんなが足を運びたくなるようなきれいな川になります。また、今よりも花がたくさん咲いたり、たくさんの生き物が住んだりする自然豊かな川になります。川べりにベンチを置いて、川の流れを眺めるのもいいかもしれません。二つ目に、鴨川の近くで農業祭を開いたらどうでしょう。川の近くで屋台を出したり、地域の小学生が民謡を披露したりすれば、 たくさんの人が鴨川に集まりまりす。地域の人々にとって鴨川が身近なものになることでみんなの憩いの場になっていくのではないでしょうか。以上が私の提案ですがこのことについて上尾市ではどのようなお考えをお持ちかお聞かせください。 19番木下沙耶議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます選挙管理委員会事務局長さん 木下議員さんから、みんなの憩いの場、鴨川について2点ご提案をいただきましたのでお答えいたします1点目の鴨川で草刈り、ゴミ拾い、花を植えたりするクリーン活動についてでございますが鴨川は、上市と埼玉市を流れて荒川に合流する全長約1 8トルの川で埼玉県が管理する河川です 上尾市を流れる鴨川には、小泉地区に散歩やジョギキングができる遊歩道や、あ散歩道や、富士見地区に近隣小学校の児童が学習でき、桜などを楽しめる憩い,を憩いの場,とし場所として、富士見親水公園があり、周辺にお住まいの皆さんに川との親しみを持てる空間として利用されています。上吉では 鴨川ををいにに維持するために年2回回のの草刈り月1回の清掃を行っていま,すまた、鴨川の環境美化活動を行う水辺サポーターというボランティア団体があります。木下議員さんも興味がありましたら参加してみてはいかがでしょうか。木下議員さんがご提案いただいたクリーン活動は、河川を美しくするとと,ともに、 活動を通してコミュニケーションが生まれる育まれるという素晴らしい発想だと思います。また、ご提案の一つであります、花を植えることは、景観を良くし、安らぎを与える効果が大いに期待できると思います。河川を管理する上で、支障のない場所に日本古来の植物植物を植えることが可能ですので、河川を管理する埼玉県と協議を進めながら、 市民の皆さんと共同で花を植える取り組みについて考えます。2点目の鴨川近くで農業祭を開催についてでございますが、水辺には四季折々の表情がありますので、季節ごとに多くの方々が楽しんでいただけるようなイベントが開催できれば、大変素晴らしいことだと思います。例えば、鴨川には富士見橋から、 鴨川橋の間にに水辺に近づくことができる見の公園を利用して納涼祭などのイベントが開催できれば人が集まり地域の活性化につながると考えられますこの度の木下議員さんのご提案を区長さんや水辺サポーターに相談し鴨川が地域の皆さんにとって身近なものになりみんなの憩いの場 鴨川となるようにしたいいとと思いますとても素晴らしいご提案をいただきまして、ありがとうございます。以上、答弁とさせていただきます。 以上で19番木下沙耶議員の一般質問を終わります次に20番上田恵理香議員はい 以前私が他県の人に住んでいる場所を訪ねられたとき埼玉県の上尾市と答えてもどの辺りと聞き返された経験がありますそのとき私は自分の住んでいる町上尾を誰もが知る上尾にしたいと思いましたそこで私は上尾市のサイクルマップの活用上尾市のイメージ作りを提案します上尾市には緑のヘルシーロードや アゲサイクリングロードなどサイクリングロードがいくつかありますまたブリヂストンサイクル株式会社がありますそのためアゲ市イコールサイクリングのイメージを作るのはどうでしょうかその具体案としては2つが挙げられます1つ目はスタンプラリーの開催ですサイクルマップをもとに QR コードによるスタンプラリーを開催します そして全てを回ることができたらぐるっとくん1日乗車券をプレゼントするという企画です。これによりサイクリングコース以外の場所にも足を運んでもらえるようになると思います。2つ目はサイクルポイントの実施です。先ほど述べたスタンプラリー同様 QR コードを利用します。サイクルマップにある場所に行くとポイントを得られる仕組みにし一定数のポイントがたまった人に のの名名産産品品ををプレゼントすするるという企画ででこれにより上の名産品を周知させる効果が期待できま,すまた遠くから来た人にもサイクリングを楽しんでもらえるようにシェアリングを設置したり SNS を利用して宣伝したりすれば上尾市でサイクリングを楽しむ人が一層増えると思います以上が私の提案ですがこのことについて上尾市ではどのようなお考えをお持ちかお聞かせください 二十番上田えりか議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。監査員事務局長さん。 上田議員さんから上尾サイクルマップ、上尾市のイメージ作りについてご提案をいただきましたので、お答えいたします。上田議員さんには、ご自分が住んでいる上尾市をより多くの方に知ってもらうために、上尾市といえばサイクリングというイメージできるような具体的なご提案をいただき、ありがとうございます。上尾市には平成23年度に定めたまちづくりについての教科書、 都市計画マスタープラン2010があります。その中で、都市の将来像の目標を質の高い居住環境と自転車の街、アゲオとしており、自転車を活用した街づくりを現在進めています。上田議員さんのご提案の1点目、スタンプラリーの開催についてですが、上尾市でも以前、市民、大学、企業の方たちと一緒に、 サイクルイベントを実施し、スタンプラリーを開催したことがあります。これは1日限りのイベントであり、ご提案のような方法は行いませんでしたが、ご提案いただきました QR コードを活用し、達成者にはぐるっとくん1日乗車券がプレゼントされれば、多くの方が自転車を積極的に活用する機会が増えると思われます。ご提案の2点目 サイクルポイントの実施についてですが、獲得ポイントに応じて上与市の名産品をプレゼントする企画は、健康増進を推進するとともに、市の名産品を広く宣伝するという大きな効果が期待されます。また、自転車シェアリングにつきましては、地球環境への配慮や、健康志向を背景に、通勤、通学、買い物、 観光ななどの移動手手段ととして有効な手法であると考えますそして、SNS を上手に活用し、サイクリングを楽しんでもらえる市の魅力を発信することにより、市外の方にも足を運んでもらえるきっかけになると思います。自転車はたくさんの人が利用できる便利な乗り物ですが、一方で多くの事故も発生しています。上としましとまては まずは誰もが安心して快適に自転車に乗ることができる環境を整えること具体的には車道の左側を青いペイントで塗った自転車レーンの整備を進めていきたいと考えていますそして安心して自転車に乗れる環境が十分整った際には上田議員さんのご提案を参考にさせていただきサイクルマップを活用したアゲオのイメージ作りそして誰もが知るアゲオ となるようなまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております今回は素晴らしいご提案をありがとうございました以上答弁とさせていただきます 以上で20番上田恵梨香議員の一般質問を終わります次に21番花島玉城議員 21番東小学校花島珠樹です私は学校で外国から来た人や障害のある人がいじめや差別を受けていることを習いました私自身もバスの中で目の見えない人が怒られているところを見たことがありますまた人権作文集を見たときにいじめや差別に関する作文が多いなと思いました このような問題が解決されればアゲオがもっと明るく笑顔をふれる街になると考えますそこで私は笑顔あふれるアゲをいじめや差別のない街づくりを提案します内容の一つ目は優しい言葉を掛け合う習慣を作ることですこの週に弱えて嬉しくなる言葉をアゲオ氏全体でたくさん掛け合います 学校や地域ごとにその数を競その数を競争したり、ポスターを持ってウォーキングをし、地域に呼びかけをしたりします。これにより相手の良さを見つけ、人々の中も深まると思うのです。2つ目は相手の良さを見つける交流会を開催することです。お年寄りや子ども、外国の方や障害のある方などが一か所に集まり。 一緒に遊びや運動をしたり、大きな作品を共同制作したりします。交流をする中で、相手の予想を認め、みんなで協力しようという思いが、一人一人に生まれると考えます。以上が私の提案ですが、このことについて、アギョ市ではどのようなお考えをお持ちかお聞かせください。 21番、花島玉城議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。市民生活部長さん 花島議員さんから、笑顔をはげるいじめや差別のないまちづくりについてご提案をいただきましたので、お答えします。1つ目の、優しい言葉をかけ合う習慣についてですが、上尾市では、平成7年にあらゆる差別をなくし、一人一人が人権を尊重し合い、自由と平等にあふれた平和で明るい社会を築くため、人権尊重都市の宣言し、 様々な人種や業種の方々と連携を図りながら事業を進めてまいりましたまた昨年には市内小学校の代表が集まっていじめ根絶の取り組みについて上尾市いじめ根絶小学生の誓いを採択しましたこれをきっかけに一人一人がいじめが起きないよう自主的に行動してもらいたいと願っていますご提案の 優しい言葉をかけ合うことはとても素晴らしいことだと思います、えー、普段から優しい言葉を使い言われて嬉しくなる言葉を相手の方に声をかけてあげることで、えー、笑顔あふれるあげの実現も、えー、近くなるのではないかと思います、えー、習慣という、えー、考え方はきっかけづくりとして大変良い考えですがまずはいつでも皆さんに自ら実践していただくことで 大ききな流れを作ってていきたいいたと考えていますえ次に2つ目の相手の良さを見つける交流会についてお答えします上尾市では上尾ヒューマンライツミーティング21という人権について考える集いを毎年開催しています外国人の人権や子ども障害者女性の人権などさまざまな人権について学習している団体が参加者と一緒に 人権尊長意識を高めることを目的として発表を行っています昨年はこの事業の中でいじめ根絶小学生の誓いの成果発表を行いました他にも外国人の方や障害のある方お年寄りの方の交流を図るイベントを市内各地で開催しており人々の交流が図られていると考えております皆様には たくさんのイベントに参加していただき、盛り上げていってほしいと思います。イベントが活性化すれば、さまざまな交流が生まれ、相手の良さを認め、思いやる心ももっと協力し合うように、という心が育っていくのではないかでしょうか。市といたしましては、花島議員さんのご提案も参考にしながら、現在行われております取り組みを継続していきたいと考えております。花島議員さんもぜひイベントに参加いただき、 笑顔あふれるアげの実現に向けて一緒に頑張っていきましょうご提案の内容をイメージしてまぶたを閉じると市民の方々の笑顔が思い,思い浮かぶような心温まる素晴らしいご提案をありがとうございました以上答弁とさせていただきます 今日で21番花島珠樹議員の一般質問を終わります次に22番高松亮太議員はい22番 大石南小学校高松亮太ですこの間私はテレビで不審者に襲われて小学生が亡くなったという事件や煽り運転で乗用車が事故を起こしたという報道を見ました私はいい年をした大人がどうしてそんなことをするのかと思いましたそこで私は安心安全な地域づくりについて2つの提案をします 1>, 1つ目は、不審者についてです。上尾市でもたくさん不審者が出没しています。不審者をなくすため、地域の方々のコミュニケーションが大切だと思います。そこで、子どもから高齢者まで気軽にコミュニケーションが取れる場所を増やしていくことを提案します。2つ目は、事故についてです。事故は飲酒運転を避けることや、車や自転車がお互いに、 譲り合いの気持ちを持てばいいと思いますその気持ちを促すためにポスターを制作し啓発活動を活発化させていけばいいと思います以上が私の提案ですがこのことについて阿部大ではどのようなお考えをお持ちかお聞かせください 22番、高松良太議員の一般質問に対する当局の答弁を求めます。はい、消防庁さん、はい 高松議員さんから安心・安全な地域づくりについて、2点ご提案をいただきましたので、お答えします。まず、1点目の不審者をなくすための手段として、子どもから高齢者まで気軽にコミュニケーションが取れる場所を増やすことのご提案ですが、昔は近所や地域での付き合いが、 日常的に行われていましたしかし最近では隣に住む人がどんな人かわからないなどといった近所付き合いの少なさが上尾市のみならず全国的にも問題視されておりますそのような背景の中で子どもから高齢者まで世代を超えたコミュニケーションが図れる場所を 増やしていくことは、不審者対策だけではなく、さまざまな面において、大変有意義なご提案であると思います。不審者を出さない地域づくりとしては、皆さんが住んでいる地域において、世代を超えた顔の見える関係が非常に有効な防止策の一つであります。例えば 皆さんが毎日登下校する際に、その通学路で温かく、ま、見守ってくださっている多くの地域ボランティアの方々と元気に挨拶を交わすこと、これも顔の見える関係を築くためのコミュニケーションの場の一つであると考えられます。現在社会問題化している 空き家を有効活用することなども踏まえ、市としましても上尾警察署や関係機関と連携を図りながら、不審者対策を推進し、安心・安全な地域づくりに取り組んでまいりたいと思います。次に2点目の交通事故を防止するために、 啓発活動を活発化することについてですが、上尾市では、年4回、季節ごとの交通安全運動期間中における街頭キャンペーンや、ポスターの掲示などを通じて、交通事故防止の啓発活動を行っています。そのの交通安全母の会により、 小学生の皆さんを対象に募集した交通安全ポスターの作品展の開催やその作品を市内循環バスぐるっとくんの車内に掲示するなどの周知啓発を行っていますご提案いただいたポスターによる啓発は人々の目を引きつけ効果的に 広く知ららせるるこことととができることから今後も継続していいりたいと思いま,すまた、高松議員さんのおっしゃるとおり、交通事故を防止するには、自動車や自転車を運転する方、また歩行者も含め、お互いに譲り合いの気持ちを持つということが、非常に大切なことであると思います。 今後も引き続き、悲惨な交通事故を防止するために、さまざまな機会を捉え、啓発活動を実施してまいります。 以上で二十二番高松涼太議員の一般質問を終わります。以上で本日予定されました質問は全部終了しました。これを持ちまして第二十八回阿賀野子ども議会を閉会します。長時間大変お疲れ様でした。えー、子ども議員の皆さん大変お疲れ様でした。 また、えー、傍聴に来られている皆さんご清聴どうもありがとうございました、えー、また内藤副議長さん大変お疲れさまでしたどうぞご自分の席の方へお戻りください それでは全体の公表を池野教育長からお願いいたします上尾市22校の代表である子ども議員の皆さん本日は素晴らしい貴重なご提案をありがとうございました今皆さんが座っている椅子は市民の皆様から選挙で 選ばれた市議会議員の方々が議会の折にお座りになっている椅子です本日皆さんは自分の考えをまとめられ亜業市のためを考えて提案され市長さんはじめ亜業市役所の各部長さんなどから答弁をしてもらうという貴重な体験を通して議会というものを身をもって学ばれました本日ここで学んだことをぜひ できるだけ多くの友達に伝えてほしいと思います。それでは、初めに子ども議員として真剣に提案され、皆さんの様子を見,見せていただき、感じたことを2つお話をいたします。1つ目は、皆さんの子ども議会に臨む態度が大変立派であったということであります。本日初めててこのの市議会の議会場に入られて とても緊張をされたと思います。そのような中、議長さん、副議長さんの進行をはじめ、質問される各議員さん一人一人が、とても堂々としており、自分の考えを相手に伝えようという強い意志が伝わってまいりました。今日を迎えるまでには、十分な準備をされ、また何度も何度も練習をした、その成果が現れたものと存じます。 また、答弁や他の議員さんの提案にも真剣に耳を傾けている様子に大変関心をいたしました。こうした皆さんの立派な態度は、普段学校の授業の中で自分の考えを自分の言葉で伝えたり、友達の意見もよく聞いて、お互いに話し合ったりして勉強しているその結果であろうと思います。二つ目は、 提案された内容が、上尾市や上尾市に住む住市民のことをよく考えられた素晴らしいものであったということであります。今回の皆さんの提案内容を見ますと、大きく三つに分類できるかと思います。第一は、上尾市をより住みやすい街にするために、必要な施設や設備についてであります。第二は、 アゲオ市の良さを発信し、日本や世界の人々にアゲオの魅力を伝えたいというものでありました。そして最後に、第3は、人と人との様々な交流を通じて、絆を深めようというものであったと思います。これら、いずれもアゲオ市をより魅力的な街にしたいという強い思いを感じ取ることができ、 子ども議員の皆さんを大変頼もしく感じました。さて、せっかくの機会でありますので、私から皆さんに2つのことをお願いさせていただきたいと思います。1点目は、今日、この市議会の議場に子ども議員として臨んだその気持ちを忘れず、家族の方々、学校生活の中で、そしては、あるいは地域の中で、 家族や友達や地域の大人の人たちと協力して人のためになることをできるだけたくさん自分が中心となって実行していってほしいなということであります。それは私は行使の市民の一人なんだという自覚を私は6年生の今から持ってもらいたいと強く思うからであります。二つ目はちょうど2年前ですが 平成28年の7月10日に行われました参議院選挙という国会議員選挙が行われたんですが実はこの2年前から選挙で投票できる年齢が20歳から18歳に引き上げられましたが皆さんはご存知ですかこれからの日本の社会を担っていく若い人たちの考えを少しでも多く 反映させるための、我が国においては実に70年ぶりの改正でありました。さて皆さん、あと6年経つと皆さんは選挙で一票を投ずることができるようになるということです。そこでお願いです。これから選挙権を持つことになる6年後までの間に、今日の体験やこれから学校などで学習することをもとにして、 阿ギ市のこと、埼玉県のこと、日本のこと、そして世界のことなど、政治や社会で起こっていることに関心を持って、少しでも住みやすい社会を作るには、どうしたらいいのかということを自分の頭で考え続けてほしいということです。そのためには、新聞もあります。テレビもあります。インターネットもあります。様々なメディアに目を通したり、 あるいは社会でどんなことが起こっているのか、それは自分とどんな関係にあるのかを考えてみなければならないということになると、勉強しなければならないことは山ほどあります。さて、皆さんは上尾市が毎月発行している広報上尾というのをご存知ですかこれが8月号ですけれど、この中には皆さんの 友達である人たちも、あげをジュニア通信というコーナーがあって、そこに載っています。あげ市の一番近い人口が今何人なんだろうか。あるいは、あげ市では今どんなことが行われているのか。この後、あげお市はどんなことに参加してほしいというようなことがあるのかなど、よくわかります。まずは、あげ市をよりよく知っていただくためにも、 ぜひ一度、候補を挙げように目を通してみてほしいな、というふうに思います。そして、6年後には皆さんが率先して、社会の担い手の一人として、選挙に臨み、家族や友達に投票を進める人になってもらいたいというふうに願います。本日の子供議会が皆さんにとって明るい未来への第一歩となることを願っております。 最後になりますが、今年の夏は大変な暑さです。生活のリズムを崩さないためにも、食事をしっかりとって、熱中症に十分気をつけて、小学校での最後の夏休みを有意義に過ごしてください。本日は改めて素晴らしいご提案を本当にありがとうございました。以上をもって公表とさせていただきます。 ありがとうございました。えー、以上をもちまして第二十八回あげおあげお子ども議会をすべて終了させていただきます。ご協力どうもありがとうございました。